ああ、バッサバッサと。バッサバッサ。もう後半。後半はね、ちょっとね、迫る羊。迫り来る羊。迫り来る羊。すごい来てる。すごい来るか。鼻の穴が見えそうです。もう鼻の穴も見せてくる。うん、見せてくる。で、ですね。まあこれ N 座だけじゃなくて人間もありがちなことなんですけど、まあ、ちょっと反省したいとか、なんか間違えてんなとかは気づいたりとか、気づいた感じにはなるんですけど、その後変わったか、本当に変わったのかどうかってことです。うん。これをどうやって判定するかってことです。そうですね。これどうやって判定します？でも周りの人じゃないですか。だからつまりその、結果でしか分かんないわけですよ。うん。だって、俺は変わったってベジータが出てきてるんですよ、うん、何も変わってなくてフリーザにやられたら、うん、お前変わってねえじゃんって話です、うん、でもフリーザ倒したらですよ、ベジータ変わったのお前みたいななるわけですよ、うん、結果で見るしかないと思うんですよ、うん、結果に込み、人からっていうのもちょっと怖いと思うんですよ。なるほど、そうか。だって自分が変わってもないのに変わったって思い込むの、これ思い込むじゃないですか。人から変わったって言われて、人も思い込んでだけだったらそれ変わってないですよ。ある意味洗脳になっちゃうんですね。そうそうそう。だからまあそのやり方ありますけど、場の作り方みたいな。本当に変わったかどうかは結果でしか判断できないんですよ。うん、結果もいろいろありますよね。ね、結果ももちろんいろいろあるんですけど、うん、今までの結果じゃない結果だっていう主張をすれば変わったじゃないですかっていう、このなんか役所に提出できるんですよ。私、こうだったんで変わったと思います。まあ試験みたいなもんですよね。80点しか取れなくて落ちて、こう90点出して受かったのが結果が変わったんで変わったかもしれない。中身が。で、NHK をブックエースとか言ってるおっさんいますよね。誰ですか？あれ、立花さんです。立花隆です、うん、今なんか捕まったか捕まってないか忘れましたけど、まだ言うのなんかね、あいつ捕まったっぽいんでね。え、またなんか裁判かなんかで、ね、実刑がなんか食らってなかった。ああ。なんかね、実刑をついに食らってる気がする。うん。で、あいつね、結構いいこと言ってんのに、自分は変わってないこと気づかない。うん。まあそれでやっちまえっていう考えの人なのかもしれないんですけど、全能感っていうのがあるんですよ、人間に。それはどういう字を書くんですか？まあ、中二病の全部できる全部の能力を感じるで全能感って言って、まあ、中二病の元みたいなもんです、うん、で、あのおっさん自分は躁鬱病になったらしいんですよ、 NHK がなんか、うん、で、いろいろ調べてですね、あいつなんか頭でっかちゃって、躁鬱病になると全能感がすごい、だから全部できちゃって治ってもない治ったみたいな感じになりますみたいな、うん、でもうそれもうまさに立花がそのものなんですけど、でそこで言ったのが、躁鬱病は治りませんって言ったのに、私は治りましたけどねって言ったんですよ。すごくないですか？それ全能感の恐ろしさすごくないですか？それって、躁鬱病は治りませんって言ってから、どのぐらいの期間が空いてそうなったんですか？あ、同じ動画でですからね。その説明をした2分後ぐらいですか？2分も経ってないかもしれないですか？60秒かかんない。ちょっと忘れちゃったけど、切り替えはすごいですね。カウンターだ全能感の恐ろしさってこういうことなんですよ。 N ザーに伝えたいのはってなりますよね。だそのくらいだからすごい疑わなくちゃいけないっていうのが工夫の教え。なるほど、まあ、工夫の教え。それはすごいな。だから、うん、その全能感にも人間だ、全能感っていう覚醒剤中毒みたいになってるんですよ、我々、うん、だからそれを抜いていかなくちゃいけないわけです。で、それが抜けてるかどうかを確認するのは、自分の感覚はもう全能感でやられちゃってるわけですか。うん、で他人も人間だから全能感でやられてるわけです。うん、ってなると、客観的な結果でしか、うん、あれ私、全能感を乗り越えたんじゃないでしょうかっていう、役所に書類提出できないですか。うん、という。だからここはもう結果にフォーカスです。確かに。もし、おデブちゃんが来るとします。おデブちゃん。うん、で、なんか、N 沢トレーニングのそのメソッドを受けると。ええ。
で、私から見ても、エルザーから見ても、なんかこの人全然変わってねえな、うん。変わってねえなっていうのは考え方とか、そういう習慣も変わってねえな。でも見た目だけ変わったと。痩せたいと思ってきたわけですから。これはね、変わったと言ってるんです。客観的に変わったから。そう、結果は変わったから。だから我々は変わってないように見えても変わってるんで。だけど、いろいろ変えたとするじゃないですか。考え方も N 沢式でやりますみたいな。で、言われた通りにやります。で、食べ物の量も変えたと。食べる時間も変えて、満腹にもならないようにしたと。太ってしまったと、さらに。これは、まあ違う方向では変わったかもしれないですけど、確かに。これは変わってないということです。うん、要は結果に左右されちゃっていいんですよ。うん、結果が変われば何かが変わってるんですよ。うん、で何かが変われば結果が変わるんだよ。うん、ってことは結果が変わってないってことは変わってないんですよ。形状記憶合金でその、うんうん、変わったように見せてるだけ、うん。この罠に皆さん引っかかってるんですよ。あれ陥ってるんですね。陥ってるんです。だからウーダループが回らないんです。うん、差異っていうのも結果なので、まあ、はいはい、うん、そうそう、あながちでもないから、うん、まんざらでもないから、まんざらじゃない。だからさっきそういう反応だったんですね。いつもとちょっと違う反応だなと思います。私？はい。どういうこと？いつもこう僕の話を聞いてるとこう、うん、なんですか、首かしげてうーんって感じだったのが、うん、反対に首をかしげてます。うん。ちょっとその癖は私はあんまりよくわからない。自分のことだ、うん、嘘です。うん、なんかモテ遊ばれる羊とかモテ遊ばれるか、まあ、いつもおふざけだからね。モテ遊ばれても、ね、喜んじゃうみたいな、猫が猫じゃらし、はいはい、楽しんじゃうみたいな感じになっちゃうんで、うん、まあ、そういうこと。確かに。だから厳しいんですよ、変わるっていう。うん、だ本当に変わらない限り変わらない。だこれね、大気圏の話を私するときですね。大気圏、大気圏突き抜けない限りは戻されちゃうんだ。ホメオスタシスの話ですけど、あ、ロケットみたいな。変わろうと思って大気圏みんな行くわけですよ、うん、でうわ大気圏、うわ厳しい、すげえ熱かかるっつって地球戻ってきちゃうみたいなみんな形状記憶合金みたいになってる。うん、なのに全能感があるから私は変わったとか言ってるんですよ。宇宙に出れてないのに、うんうん、私は大気圏まで行ってきて戻ってきた変わった羊です。いや変わってないですから、ね、宇宙に行ってません。うん、宇宙に行くぐらい夢中になってね。これ素晴らしいですね。パンチラインじゃないですか、うん、ちょっと悪いことして宇宙に行っちゃう感じですけど、これ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 関東の人にしか分からんけど、だいぶ宇宙と府中ってちょっと大間に乗った方がよかった。ちょっと刑務所の方がダメだったっぽい。いや面白い。大気圏理論。大気圏理論です。まあということでね、このノウハウを皆さんね、ぜひね、使える感じまでにして、支柱に収めてください。いや。で、今日はちょっとお母さんに支柱作ってもらって。おい。今日はシチューですか？今日はシチューではない。ずんだ餅だと思う。え、まあ、ずんだいいな。はらこ飯だと思う、今日は。宮城名物、はらこ飯。はらこ飯？あのね、鮭とイクラが乗ってるご飯のがあるんですよ。醤油でね、炊き込んでみたいな。あるんですよね。そういうのがあります。いいなぁ。あるんですかね、宮城は。うん。ホッキ飯もあるからね。それをおにぎりにして送ってください。おにぎり、昨日ね、もらったんだよ。はらこ飯の。すごい美味しかったね。もらったんですか？もらって食べたから、すげえ美味しかった。地元のお母さんが作る。愛情たっぷりです。地元愛だね。うん。宮城愛ですか？宮城ラブです。まあね、戻れた時にはお土産を、宮城のお土産をいっぱい買ってきます。言いたいだけじゃないですか。おいなんか言われた。あ、面白い。
まあそんな感じなので、ええ、今日のはねちょっとね深いですよ。深い、深いし何回も聞いてやろうと思うと不快になると思います本当に。だからこそチャレンジャーです。そうだからこそこの不快になるイコール大気圏ですので、この大気圏突き抜けられるかの座だという大気圏突き抜けチャレンジ、ね、いいですね。来週はちょっとかましてもらおうかなというこれクックラリアットねこれ。まあ、そんな感じでした今日の朝、ね、おーいおはようございます。来週も頑張りましょう。